はい、どうも皆さん、大見飛龍でございます。さあ、何着てる服が、なんか前見た服やって、もしかして日本撮りしてるんやないだろうかって。ピンポーン、日本撮りです。さあ、というわけで今回はですね、少しだけ真面目なお話をしてみたいと思います。その話というのは、このコロナ禍の中で大衆演劇というのがいかに変わってしまったのか、いや、これから先どう変わろうとしていっているのかというのをですね、少しだけ噛み砕いて分析してみたいと思います。まあ、この大見飛龍からの目線なので、全部が全部そうと限りません。あくまでも大見飛龍の持論なので、あらかじめご了承ください。よろしくお願いします。この1年半大変というか、寂しいというか、なんかストレスが溜まりまくり、本当に1年半前がどれだけ楽しかったか。そうでしょ、気軽に観劇に行けたし、ご飯も食べに行けた、カラオケも行けた、大声で叫べた、みんなでパーティーができた。もうあの時に戻りたい、あの時に戻りたいけども、今はダメ、今はじっと我慢のコロナ禍。この大衆演劇がどう変わったのか、ちょっと考えてみたいと思います。この大衆演劇、僕もね、そんなに語れないんですけどもね、でもなんだかんだと言いながら、いろんな移り変わりを見てきました。僕も来年で座長襲名30周年が来ます。どうぞよろしく。第1期、第2期、第3期、4、5ぐらいになるんかな。もう波があって、やっぱり大衆演劇もこのブームと衰退を繰り返してきたようなわけなんでございますけれども、今またまさに去年ぐらいからドーンと大衆演劇が人気になろうとしていた時に来たのが新型コロナです。これは痛かったですよ。これは僕もさ、会社を立ち上げて、これから新しい体制で新しいことをしていく、それを皆さんに見ていただきたい、お披露目していくんやという年やったんです。2020年はそこに来たのが新型コロナ。いやいや、もうこれは頭打ちましたよ。未だに憎い。で、そのコロナ禍の中、大衆演劇どう変わってしまったんでしょうね。まず何がなくなったでしょうか。そうですよね、なくなったのは送り出し、これがなくなってしまいました。都市部、地方、そしてですね、劇団、劇場、場所によってやっている場所とやっていない場所、これ2つに分かれるんですけれども、その大衆演劇の中で要とも言われる送り出し、もう送り出しというのは一つのセットになっているもんなんですよね。お芝居があり、舞踊ショーがあり、そして送り出しがある。コース料理で言うと、お芝居が前菜とは言わんよ、前菜とは、前菜はもう本当にミニショー、前菜、そしてですね、メインディッシュっていうのは、お芝居と舞踊ショーが2つもがっつり重たいメインディッシュがあるわけよね。そして最後にデザートという送り出しがあるわけですよ。このデザートがバーンって抜けてしまってますから、今もう重たいまま、お腹満腹のまま帰って、こう、なんていうんですかね、確かに美味しかったけども、最後にこのゆとりを感じるコーヒー一杯飲みながら、お紅茶でも飲みながら、このショートケーキ、ましてやその季節のアイスクリームなどを食べながら語らう時間がなくなった。これが寂しいんですよね。送り出しの時は、皆様方来ていただいたお客様にありがとうございましたと握手の一つでもして、私たちをお礼を申し上げます。皆様方もそれが楽しみで来ていらっしゃる方もたくさんいらっしゃったんですよね。僕たちは舞台でね、ご祝儀等をいただくんですけれども、やはりそのご祝儀等をつけていただいた時は、僕も一瞬しか見ないんで、特に初めてご祝儀プレゼントをいただいたお客様というのは、その一瞬で顔をね、記憶するんですけども、その記憶が定かではない。で、改めて送り出しの時に、そのお客様にご挨拶とお礼を申し上げて、初めてそのお客様の顔とさっきいただいた記憶を合わせるわけなんですよね。なので、その今現在僕は送り出しがないということ自体で、案外その作業に追われております。はい、いただいたお客様の顔を覚えようと思って、踊りながら客席を見て、あそこに座っていらっしゃるんだというのを見て、忘れないようにしております。で、送り出しというのはやっぱりコミュニケーションなんですよね。言葉のキャッチボール、これが楽しいんですよ。そしてこれがまた皆様方、遠目で役者さんを見て、そして近くで見て、
改めて、あ、私この人のファンやったんや、わ、この人素敵やな、かっこいいなっていうのを自覚する場所なんですよね。僕たちもそうです。皆様方とコミュニケーションをとって、より親睦を深める場所、コーナーなんですよね。あれがごそっとほとんどなくなっていってますから。昔僕の友達 でこんなことを言った人がいました。まあ友達といっても飲み仲間やったんで、僕よりもだいぶお年が上で、今も生きてらっしゃるんですけども、80近くになってしまったんですけれど、その方が昔飲み屋の席で僕にこう言ったんですね。飛龍君、僕は大衆演劇大好きだよ。でも大衆演劇の大衆というのは、僕が思うに体の匂いと書いて大衆と呼びたい。大衆演劇イコール体の匂い、大衆演劇どやで言われたんですよ、その時ね。でも僕はその時若かったからかどうかわからないんですけど、その言葉があんまり好きじゃなかったんですよね。なんかそのちょっと逆に臭そうとかみたいな感じで、あまり肯定的ではなかったんですけれども、今になってわかる。この年やからこそわかるのかもしれないし、この状況やからこそよくわかるのかもしれない。うん、その人が言ってたようなこと、大衆演劇。その人は言ったんです。大衆演劇というものは歌舞伎でもなく商業演劇でもなく、体の匂いがするぐらい近くにいる、近くに感じる、あくまでも大衆の演劇だ。そう言ってたんですよね。そう言われたら、ああそうか、このコロナになってそう感じれる、また感じていただくことがないなと思って、この動画を今撮ってるんです。ですよね。送り出しの時に初めて皆様方と触れ合って、皆様方がつけてる香水とかの匂いも分かるわけですよ。案外舞台に立ってる人はね、パパパパパパパって振りまくるんで、歩いてたらもう10メーター先からでもブワンと香水っていう匂いがするんですけど、でもそういう意味ではなしに、その距離ですよね。この距離、お客様との距離、これがちょうどいいのが大衆演劇ね。一番前でもう首が痛くなってこうって見るのが好きな人もいるわけですよ、一番目の前の席で。でも今は国のガイドライン通り、一応舞台の前から2メーター開けなければならない、飛沫が飛ばないようにね。またそこもちょっとなんか距離を感じるわけですよ、そのたった2メーターが。場所によっては前列の椅子を潰して、またある場所では座布団を後ろにずらしていって、その2メーターという距離を保っているわけですよね。そこでまたお客様の収容人数を 50% もしくは 70% に減らして、ぎゅうぎゅう詰めにしない、密にならない、もう慣れてきたけれども、舞台から客席を見て、一つ飛ばしで見ている客席を見ると、なんかこうまだ未だに違和感がある状態なんですよね。なんかこう言い方が悪いけど、歯抜け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 、いや、お客さんのことちゃうよ、お客さんのこと、椅子のこと、歯抜け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 。そこでも密ではないからいいんですけど、何かそこで人間の何かもっと大切なものがね、なくなっていっているような気もするし、寂しくなっているような気もするし、その送り出しでもそうやね、その近くで握手してありがとうって言って、ここでこの距離で喋るから、ここまで行ったらあかんよ、ここまで行ったらキスしてしまうから、せめてこれぐらいで喋る、そしたらやっぱり皆様方のこの目と目もあって、ちゃんとありがとうございましたというお礼のお言葉を伝えれる。そう、いわゆる本当のそれが大衆演劇、体の匂い、大衆イコール大衆演劇とその人は言ってました。でも僕は未だにその言葉の字体が嫌いです。意味はわかるけども、その言い方と字体が嫌いです。で、まあ、あとはですね、劇場に行きますと、前売り券を販売している劇場、特に西側の方ですね。西の方の劇場は前売り券を販売しているんですけども、その前売り券の販売もできなくなってきてます。そして、客席の通路の使用も、そういう演出もできなくなってきております。それが現状です。なので、どん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 離れていって、どん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 大衆が感じられない距離になって
てるようで僕はものすごく寂しいんですよ、今現在ね。で、これから先どう変わっていくか、大衆演劇。あまり深く考えても仕方がないんですけども、やはりちょっといっぱい飲んだ時とかね、考えてしまうんですよね。どうなっていくんやろ、これから先とかね。せめて全体のことを考えられなくても、自分のところだけでもって考えてしまうんですよね。やっぱり、この1年ぐらいに流行ってきたのが、YouTube。まあね、この YouTube。あとは生配信、ライブ。そちらの方が、どん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 増えてきております。僕 YouTube、また違う名前で、昔からやってたんで、もう一応 YouTuber として違う名前で、まあ知らない人ね、サムライドッキーという名前で YouTuber として昔から活動してたんですよ。で、オウミヒリュウっていうのをひた隠しにしてたから、なんかそう思われるのが嫌で、なんで大衆芸の役者さんが YouTube やってるわって思われるのが嫌で、出してなかったんですよ。でも、去年のね、10月か11月、もう一昨年になるか。一昨年ぐらいの10月か11月ぐらいに、このオウミヒリュウとして YouTube チャンネルをやってたら、やっぱり書き込みで、大衆演劇の座長が何してんだと。こんな映像を撮るぐらいだったら舞台やれとかいうね、書き込みとかもあったんですよ。まあ、いわゆる僕もそう思います。そう思うんやけども、やはり宣伝やし、宣伝やもん。だってこれ YouTube って見ていただきたい。もうこれを見た人が本番の舞台に来てほしい。宣伝やから。俳優さんもさ、タレントをやりながらクイズ番組とか出て、あとはもう情報番組とか出て、で、それを映画とかドラマとか見てほしいからやんか。僕も同じような考え方やから。ね、その僕も生配信やってるけど、生配信も同じような感覚。あくまでもコマーシャル。オウミヒリュウというのを知ってもらうがためのコマーシャルやからね。それでどん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 来てほしい。劇場に足を運んでほしい。特にこのコロナが終わった時にはもうどんどん来てほしい。なので、この1年でスマートフォンを持つお客様、見に来るお客様が、ドンと増えたんじゃないでしょうかね。今まではもうガラケーを持って、いや、私スマートフォンわからないの、もうなんなの、使い方わかんねえよ、とか言う方が多かったんですけども、一回使って、このスマートフォンで、動画とか、生配信とか、ツイッター、インスタグラム、いろいろな情報を一気に見ることができる魔法の箱。まあ、箱じゃないわな。魔法のもの。それがスマートフォン。一気に増えたでしょ。もうみんなこうしますからね。もうみんなこうして。で、何、客席で写真撮る人も、ほぼみんなスマートフォンやから、あ、時代、この一年でそういうね、時代もガサーッとお客様の方も変わったんじゃないの？これ見に来る方も。ねえ。で、うちの劇団は、お芝居はちょっとね、NG なんですけども、舞踊ショー、歌謡ショーは写真撮影、動画撮影が OK なんでね。またその撮った写真、動画を SNS、Twitter、Instagram 等にアップロードも可能なので、そういうのをね、アップロードしながら楽しんでくださいっていう感じでやらせてもらってます。写真とか動画がダメだっていう劇団さんもあるんで、これだけ覚えておいてくださいね。オウミヒリュウ劇団は可能だということです。他の劇団さんは確実に OK なのか NG なのか確認を取ってください。よろしくお願いします。というわけでございまして、まあ、最終的にこれから先どうなっていくんやろうねという話にしようと思ったんですけれども、そこまで結論が出なかったかな。まあ、新型コロナと共存していくしかないかな。ね。どうします？逆に、どうします？もう聞かせて。この、逆に、コメントいっぱい書いて、うん、僕、私こう思ってんねよ、とかで、私こうなると思ってんねよ。いや、違うの、私はね、今、大衆演劇のこういうところが、なんかすごく嫌なのよ、みたいな感じで、まあ、愚痴っぽく書いてもらっても結構ですから、よかったらね、いっぱいコメントいただければと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、本日も最後までお付き合いありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いを申し上げます。なりよりも、いいね、お願いしますね。また次の動画で会いましょう。それじゃね。